さあこんにちは、おもちゃのリサイクルショップトイプラネット太田店さんの仮面ライダーコーナーに来ました。ここら辺はね、割と最近のライダーが多いかなっていう感じで、ガッチャードまでちゃんとありますよ。最新のライダーガッチャードね、ライドケミーカード、合言葉キャンペーンとか、そういろいろキャンペーンとか入場者プレゼントとか、そういうカードもあるんですね。こういうのはね、限定品でなかなか手に入りづらいのは、こういうね中古店というかリサイクルショップとか、そういうところに行くと手に入るよっていうね、それもいいところですよね。新品で買うことはなかなかできないじゃんね。まあフリマアプリとかね、そういうのもあるけど。おー、キラーか、すっげー、こんなキラーあるんだ。僕も最近ね、ライドキミカードのまとめ売りみたいな中古の買ったんですけど、こんなキラーは入っていなかったよやっぱね、売らないもんね、みんな。なかなかね、専門店とかこういうねトイプラネットみたいにちゃんと専門でやってるお店に持ってっちゃうもんな。お、レジェンドライダーかっこいい。お、クーがかっこいいね、やっぱね。アルティメットフォームだっけ、超強いやつね。お、ドライブタイプトライドなんだっけ。で、おー、アギト、みんな最強フォームだね。ガイムとかもね。これ誰、あー、なんだっけ、アークワンだっけ。で、ゼロワンとかね、ガッチャードね。マッハ。ファイズ。なんか、携帯操作官セブンみたいなのいたけど。で、ガッチャードライバー。上にもあるね。もういくつもあるんだね。こういう店舗にね。中古で売ってるんだ。すごいね。まあ確かに今なら高く売れる時期だから、もう子供が遊ばなくなったってなったら売っちゃってもいいもんね。おお、ギーツのセットですね。やっぱりね、おもちゃも売り時ってあるからね。まあ買い時もあるしね。今度ね、ウルトラマンアークが7月から始まるけど、それとかのおもちゃとかは、まあ、始まってすぐも買い時だし、終わった時も買い時だし、みたいな。難しいですよ。あと、まあ一番はやっぱりおもちゃってさ、欲しい時が結局買い時ではあるんだけどね。で、いらなくなった時が売り時みたいなね。さあ、ここら辺100円コーナーですね。バイスタンプもね、こう袋に入ってるけど、ガチャ食玩版。100円ですね。まあガチャっていうかガシャなんだよね。バンダイってね、一応。バンダイのガチャガチャはガシャポンって名前で、タカラトミーアーツとかが、とかっていうか、タカラトミーアーツはガチャポンなんだよね。で、他はガチャガチャってことなのかな。一応商標登録とかされてるみたいだからね。ガシャ。とか言って、そういえばガシャで思い出したけど、ガッチャって言ってたよね。あのバンダイから出てるはずのゴセージャーの転送だ。お、リバイス変身セット。お、上めっちゃあるな。この上見た時びっくりするんだよね。大人の目線よりも上だから結構高い位置なんだけど、パッと見上げると、おわ、こんなあんだってびっくりする。聖剣ソードライバー、セットで売ってるとね、買いやすいよね。リバイス見て買うみたいな。僕もね、TTFC ね、再開、今日あたりからするんで。そしたら、お、遠泳圏のロシだっけ。そしたらまたいろいろ特撮見て、おもちゃ欲しくなるんだろうな。かっこいいからね、もう武器とかね。武器とかって、僕もなんかもう大人だから言っても、買ってそんな遊ばなくなっちゃうんだよね、武器は。でも欲しくなるっていうね。お、クリスマスからワンダーライドブックの100円コーナーですね。僕やっぱりね、なんかソフビとかそういう方が遊ぶんだよな。どっちかっていうと、なりきり遊びよりごっこ遊びの方が好きですね。昔からかな、割と。まあちっちゃい頃友達と遊ぶ時とかは武器系が楽しかったよ、剣とか。でもやっぱりね、大人になって一人で遊ぶとなると、武器で遊ぶってなかなかね、まあ、動画撮るぐらいだよね。変身アイテムとかね。まあコレクションするのはすごい楽しいんだけど、よく買ってどうするのとか、そんなの家にあってどうすんのっていう人いるじゃないですか。いや、
買うのも楽しいし、家にあるのが楽しいみたいな、コレクションするのが楽しいみたいなとこもあるから、ね、YouTube ね、なかなか難しい。趣味だからね、そんな理由聞かれると困っちゃうんだよなって感じ。お、これはあれじゃん、あの仮面ライダー01出てくる、バルカンの強化フォームになるやつね。ウルフだっけ、なんだっけ、うん、ここら辺も100円だからね。で、上はね、フック掛けになってて、まあ、デラックス版とかが100円以外のがあります。で、おお、3000円ぐらいで今買えるんだね。エイムズショットライザー。で、01の、ヒデンス01ドライバー。して、反対側に来ると、ここら辺がすごいんだよね。超合金めっちゃあったし。装着変身だっけな、あのシリーズで。お、くじの A 賞じゃん、一番くじの。超かっこいい、01のフィギュア。こっちセイバー。結構ね、仮面ライダー系の A 賞の大きいフィギュアって安くなるから、くじ引かないで、こう、ちょっと中古で、ちょっと待ってから買うのもありだと思いますし、これ UFO キャッチャーの景品のソフビなんですけど、プライズのね、とかも割と安くなるかな。500円とかね、600円、1000円以下で買えることも結構あるんでね。で、バイク。あ、これガッチャードなんだ。のバイクの、え、バイクがロボになるの今。すげえ。お、牙の箱入りソフビだ。へえ、牙の頃もそういえば箱入りだったんだ、ソフビって。でね、ショート動画で結構バズったんですけど、ね、超合金めっちゃあるっていうね。で、100円コーナーの小物類なんだけど、こういうね、未開封のガチャポン、ガシャポンとかがあると割と、お得かなっていうのが分かりやすいと思いますね。何これ、あー、ヒーローワールドみたいなとこの腕につける、なんだ、入場者特典みたいなやつかな。そういうのもあるんだ。エグゼイドでしたね。で、これはバイスタンプのミニチュア。ミニチュアいいけどね、個人的に結構おすすめなんですけどね。お、アクリルかな、これ最近のだね。これジュラシックワールドのハッピーセットっぽいな。でもでき、ハッピーセットってもうバカにできないからね。たくさん出てるから安いってだけで。なんかおもちゃってさ、マクドナルドが一番出してる感じするよね。お、ナイト。なんで同じのがこんなにあるんだ、キーホルダーなんだけど。龍騎の時だから多分 UFO キャッチャーの景品っていうか、なんかこう、横にこう動いて撮るさ、UFO キャッチャーあるじゃないですか。それの景品だったと思うな。当時この辺のミニチュア系いいよね。これ箱に入ってるドライブのねやつとかもあれですからね、最近のガシャポンですよね。箱入りのこうおもちゃのこうシリーズガシャポン結構出てますよね。箱も景品みたいな。お、フォーゼ。マグネットステイツだっけ。牙。もう最強フォームじゃなかったっけ今の。何これ。おお、ストロンガーだけど、なんかバイクに乗ってた感じする。ちっちゃいバイクあったもんな、そういうの。なんか探せばこの箱の中にいそう。あ、これとかもね、ガシャポンの。これキャラだっけなのシリーズのやつですね。まあ、1回300円ぐらいかなするんで、まあ110円で買えればお得かなっていう。お、ミニチュアのエイムズショットライザーじゃん。あ、ゼロがいる。クリアバージョンのゼロのソフビ。あと、ここら辺は救い人形とか。あ、これね、なんか、金消しに、なんかフルカラー金消しみたいな雰囲気あって、かっこいいんだけど、確かにこの上の方にね、この上の段にめっちゃあったっていうね。何このお得感半端なって感じ。めっちゃあるし、超かっこいいし、これガッチャートじゃない？あ、違う、バイスか。バイスっぽいな。最近、これ何についてたやつだろうね。ソーセージとか昔さ、塩味人形ついてたけど、今もうね、ソーセージカードだからさ、何についてたやつだろう。なんか僕の予想なんだけど、ビッグラポンみたいな、入浴剤に入ってたんじゃないかなっていう感じはするけど、どうなんだろうね。
丸い入浴剤でお風呂に入れて溶けて中からおもちゃが出てくるよっていうシリーズがあるんですけど、ビッグラポンとかそういう入浴剤のシリーズ最近超出てるからね、種類しかも結構高いんだよね。びっくりする。それ値段にビッグラポンですよ。あ、これ前回もあったやつだ。そう、こっちまで仮面ライダーコーナーですからね。結構ね、この太田店さん、トイプラネット太田店さんなんですけど、仮面ライダーコーナー広く取られてて、しかも物がぎゅうぎゅうにあるっていう奇跡が起きてます。この辺がね、騒動のコーナーですね。騒動とか衝動誘導みたいなね、シリーズの食玩のアクションフィギュアのシリーズです。こんなぐらいで売ってるよっていうね、結構昔のやつとかもあるんで、うん、価値が上がってるものも多いのかなって感じはしますね。まあ、結構スーパーとかでね、投げ売りされるやつもあるけど、すぐ売れちゃうやつもあるから、アソートにこの人気のやつとかってあるからね。これ何？カンカンか。オーズ。オーメダルですね。もう100円で売ってるよって、まだこんなあるんだっていう。で、アストロスイッチはちょっと詰め合わせになってるのもあったし、こっちはね、選べて1個100円っていう、めっちゃキラキラしてる。戦国ドライバースイカアームズ、そう、こんな感じでこっちの方まで仮面ライダーコーナー続いてるんで、ぜひね、行ってみてください。はい、太田店、群馬県の店舗だけど、まあ埼玉からも行きやすいかなっていう感じなんで、ぜひ皆さん行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、評価ボタンを教えてください。説明欄のリンクもぜひ見てってね。よろしくお願いします。それではまた次回。バイバーイ。